すんごい盛り上がってるね。めっちゃ盛り上がってんね。あの真ん中の子かわいいよね。あのなんかちょっとおっさんみたいなやつ、あいついいよね。今回のアイドルってなんか可愛いってなくなったよね。なんかどっちかだかとなんかかっこいいになんか近いよね。うん、でさ僕さ、なんかさこの左の青いやつ、あいつなんか僕男にしか僕あんま見えないんだけどまあこの中で誰一番可愛いかと言ったら真ん中のやつだよね。はい、って今回はですね、なんと今なんと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 、はい、ってでね、今なんとですね、どこだ、これ鳥からアタック、こちら鳥からバトル、え、なん鳥からフェス、ん鳥からバトル、どっちでもいいわ。なんでその鳥からなんちゃら、はい、ごめんなさい。はい、というわけでこちらが新モード、新モードというか新バトル、新ルールだね。だから鳥からバトルというか、これはね、これね、僕たちは 2チームでチョキだけ 4チームっていうね、はい、完全圧倒的不利な圧倒的不利な状況、ここから勝てるやつはいるのか、実は動画書いて勝っております。こちら僕動画書いてめちゃめちゃやったからね、これ面白すぎる。でこれね、こっちのチーム不利なんだよね。グーで、すぐグー攻めてくるの。ほら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 、性格悪いわあいつ。しかもどっちも当たらないかすりしだしない、さすが下手くそ。でこれね、ちょこれどう行くんだろう、これちょこれの詳しいやり方知りたいよね。ちょっと本当にこれどう行くの、これどうやって行けばこれあれなの。くそ、絶対なんかあっち不利だよねこれ。 OK、 あっちもくそ、あいつ頼む頼むぞ頼むぞ、ちょ読みは頼む。アーチェマン、アーチェリー頼む、アーチェリー頼むぞ。サクランボって美味しいよね。どうでもいい、そんな話リアルにどうでもいい。ちょこれね、ガチでこっち不利なんだよね本当に。でね、グーだけめっちゃ狙われるのこれ何これ何これ、山ちゃんお前学校とかで絶対お前山ちゃんって言われるタイプだろ。お前絶対大体山ってついてるやつ、そうなるわ。山ちゃん一丁殺してやろうか。山来いよ。お前山じゃねえだろ。じゃあのさ、本当にこっちも不利なの本当にこれ勝つ方法あんのこれ、鳥からバトル。これこっち確実に不利なんだけどちょこれ不評だわ絶対。これでさ、絶対こっち2人の方勝ち目ないもん、ほら見てでも僕ね、動画外でね5回ぐらい勝ってるからね、安心しとけ。ちょ山殺す殺す殺すからね、山山お前をぶっ殺す、それが我々のミッションだ。分かったな、今さこっちから行ったらほら絶対あっちやられんの。これさ勝ち目ないくないこれ本当に。なあ山、マジでこれさこっち勝ち目薄いんだけど本当に。で山殺す、だっていやこれ本当にこれ勝ち目あんのこれえマジで勝てないよこれ。わあ遅い遅い遅いスペシャルなんだから早くしてよ、もう無理だわ。じゃあもうここもボツにしようかな、ここもボツにしようかな。もう山だけ殺した、山死ね、クソ山死ね、なんか殺されなかったし。ちょこれ本当に勝ち目ないのこれ本当にいやマジでさ、いや本当に勝ち目がないんだよねこれ勝ち目が本当にないんだよねこれ本当に。これ勝てるかな本当に。全部こいつら4人だから絶対こいつら勝つに決まってるよね。何これ本当に。はい、というわけで鳥からバトルもう一回来ました。これ本当に勝ち目が本当にあんまないんだよね自分これ。いやここから勝つ、いや本当にこれ勝てないんだよね。じゃあこれ
10回ぐらいやってて5回しか勝ったことないからね、これ。ね、でさ、あっちからも来るし、向こうからも来るんでしょ。だって、勝つという考えはあんまないのよ。いけるかもな、今。ほら、絶対なんかさ、もう、挟み撃ちされんのよ、こっちから。勝ち目はないのだ、君だったら。もうだ、もう、スペシャル使ってよ、君、ドンキホーテ。名前をドンキホーテ。ピンクはあっちも守るのかな、あれを。よくわかんないな。で、僕のもう一人の方は、大体。証拠だ。あいつ、ちょ、まあ、それは無理。いや、ガチでこれさ、チョキが強いのよ、これ。やべ、やっちゃった。やべ、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 あ、さ、本当にこれ勝てるの、これ、本当に。10回やって5回しか勝ったことないよ、本当に。ちょ、マジで。それでもだいぶ勝ってる方だとは思うんだけどね。だって、ローラー絶対これ勝てる気しないもんね、ローラー。で、これ、ここに置きます。で、ここにはみ出てる、はみ出てる、はみ出てる。オッケー、ナイス。お前何やんの、やんの。ちょっと待って、あいつ殺したいんかい。無理だわ、死んだ、バイバイ。待って、これさ、たぶんあいつらはあれを守るんだ。で、取られたらあれだわ、このグー、このあれ、青か何、黄色のどちらかに渡るってことだ。でもそういうことだよね。あいつらは取れないってことは。上にいるな。上にいるということは、上のやつをぶち殺します。はい、これやばい。ちょ、お前やばいって、どこに撃ってんだよお前。どこに撃ってんだお前。お前ドンキホーテ君、ちょ、なんであいつら勝ってんの、なんであいつら。ちょ、おかしい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 。ちょっと待て、あいつ、いけー、頼む。よし、ナイス。いいよいいよ、ミラクさん、いいよ、いいところ見せてるよ。元プロの味が出ててるよ。ちょ、まい、まあ、いいわ、お前もうお得。虫は無視しとけといいですね。うらや、オッケー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 、いいよ、どけ。邪魔をするでないぞ。たまれ、どっち勝ってる、どっち勝ってる、どう、勝った、勝った、勝ってくれ、頼む。でも勝って、本当にお願い。イエーイ、ビクトリアイエーイ。あいつはなんか勝ったみたいになってるけど、お前ら負けてるかね、君たち。まあ、いいでしょうね。みたいななんかやってるけど、よくないよ。さあ、僕見て、すごいよ。ランクというか何、その腕前より。まあこれは別にどうでもいいとして、こちらへ。永遠の空波プラス1になってるからね。じゃああとラストやって終わろうか、ラスト1回。はい、ということでラスト、鳥からバトルじゃなかったです。すいません、もうこれでもう終わらせてください。もう疲れてます。今日これめちゃめちゃやってるからね、今日。うわっ、なんか上になんかついてるやついるじゃん、みんな。あれね、めちゃめちゃ強い人なんだよね、あれ。多分あれ、強いって認められたあれだね、今現在のプロだね。うん。今回これフェスなんか、ミステリーステージないんだよね、これミステリーステージ。あ、でも、あ、そのミステリーステージの代わりが鳥からバトルみたいな、そういう感じか。別にいらないよ。ミステリーステージの方がいいわって、僕は。僕はミステリーステージの方がいい。あ、大丈夫か、今助けに行くぞ。前さ、これ使ってる人いるの、これ。見たことないけどね、今のところ。クソ前して。しゃ、しゃ、しゃ。オッケーオッケー、死んだ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 。後ろはなんかいたの。そう、これね、あのね、みんなね、これ中入れないと思ってるけどね、これね、中入れるんだよね、これ。どういうことかというとね、あれなんだよね、簡単に言えばあれ、スプラトゥーンじゃないわ。フォートナイトの、なんだっけ。あったよね、なんか、フォートナイトでこういうの。フォートナイトのあれと同じです、はい、皆さん。はい。でも、この動画を見てる人は、大体の人は、フォートナイトを知りません。しない、こんやろ、黙れ。これ、BGM いいよね、これ。スプラトゥーン3。ほら、ええー。
ウィー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 めっちゃウィー好きな人になるね。さすが。さて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 、こっからどういくかというと、ここにまずバリアを置く。バリア設置しの君倒しの、あ、ごめん、ごめん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 、本当にごめん、ごめんね。でもこれはバトルだな、だっけ。分かったか。このさ、これさ、あ、ちょ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 、SX。ちょ、あれね、確かね、スペシャル名がね、メガホンレーザー 5. なんちゃるみたいな、そういう感じなんでね、うん。確かになんかメガホンレーダーみたいになんか、シューシューシューガガガガガガガみたいな言うしね。本当にあれ、ワンのその時も、クソ、お前逃げんな、逃げんなお前、逃げんな。そう来るか、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 悩み一発も当たってない、一発も当たってない、見事一発も当たってない。君はあの避けるプロだい、君。マトリックスなった方がいい。オッケー。クソ、あいつ、やりやがんな、あいつ。クソ、これ今どうどうかな、これ、マップ見ようか。ああ、これ負けてるわ。うわ、マジか、クソ、ちょ、でも、一旦落ち着こうか、一旦落ち着きましょう。5.2 ガロン、これ強いね、52ガロン。ガロンめん。本当にガロン強いね。君何しに来たの？まさか負けんの？オッケー、さすが。ここで負けたら本当に恥ずかしい。元プロとして。もう元プロは失格だよ。元プロ失格。でででで、でで、ほら、よくやろう。出てこない。オッケー、ざまみろ。オッケー、オッケー。このなんか英語で書いてあるやつあんじゃん。これがね、あれなんだよね。全員今なんかチーム全員死にましたよみたいな、そういう合図なんだよそれが。ほらや、はい、最後カーリングボム投げていくスタイル。さて、どうでしょう。勝ったね。これ勝った、音楽いいよねこれ。強すぎるマジで。はい、ということで、まあね、前夜祭の動画、まあちょっとまあ日本しか出せなかったけど、まあ僕まあ動画内でまあめちゃめちゃやってたから、まあ面白かったね本当に。あとはじゃあ発売日待ちましょうか。いや、めちゃめちゃ楽しかったね本当に、ガチで。うん、もうあともう4時間ぐらいで終わるんだよねこれ。よし、じゃあ最後ちょっとこれ見てもらおうか。ちゃー、真ん中のやつほんとすごいよねあいつ。で、街もちょっと変わってんだよ、見ようか、ちょっとちょっと見ようか。いっぱいなんか書いてるやついるね。めっさいるね。わお、わお、セクシー。え、めっちゃ迷うなこれみんな。え、めっちゃいいよね。あちゃもの唐揚げ。じゃあ何とか分かりません。ちょっと。ほらほらほら。ここにかき氷とかもあるんだよ。ほら、かき氷と、なんかよくわかんないやつ。かき氷よね、これあれ。冬でもこれかき氷出すのかな。寒いな。そうやな。寒いな。で、あとなんだろうな。こんぐらいかな。ここでも流れてんだね。すごいトラックだね、これ。すげえ。こういうの欲しいわ、なんか。あるよね、実際。なんかこういうの。いっぱいあるね。よし、じゃあそれではじゃあちょっと終わろうかな。オッケー、めっちゃ楽しかったね。ちょっとじゃあさ、あの最後バグやって終わろうか。最後バグやって終わろう。これバグできるんだよね。あのね、ギリギリね、あのね、監視カメラ乗るのこれ。こっからこっからだといけないんだよね。こっからほ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 ら、どうしてよーみたいな、そういう感じでね、行きますよ。運命の瞬間、レッツゴー。はい、では終わります。それではお疲れ様でした。面白かったね。それではバイバーイ。